出ました、雷帝の湯、気持ちよかった。いやーすごすぎたな。これ無料貸し切り露天風呂、温泉露天風呂で過去一かもしれんな、この景色と湯質も含めて濁っててすごいな、言葉にならなかったですよ。あれちなみに奥に建物見えますかね、もしかしたら昔あそこにもこれ見えるかな、ここももしかしたら温泉だったのかもしれないですね、左の建物。これもすごいですね、川の目の前よ。いやこれはすごいよ、すごいしか言ってない。あっつー、あと30分ちょいで夜ご飯の時間です。もう思い残すことないですね。おそらくあそこの雷帝の湯が一番人気だったと思うので、あれは絶対に入った方がいいですね。こちらの柏井旅館さんに来たら絶対入った方がいい、ほんとすごいっす、大興奮でした。夜ご飯楽しみだな。それでは夜ご飯食べに行きます。来ましたよ、夜ご飯、お腹すいた。生ビール来た、乾杯。肉うめえ、とろけますわ。土瓶蒸しって食べたことないな、あるかな、あるかもしれないけどあんまり記憶にないな。おいしいわ土瓶蒸し、すごい優しい。ごちそうさまでした、美味しかった。量も少なすぎず多すぎずでちょうど良かったですね。土瓶蒸しとステーキ、ステーキじゃないか、肉がすごくうまかったわ。土瓶蒸しあんな美味しかったんだ。まだ7時過ぎぐらいなんで寝るかな、寝ちゃいそうだな。マジで渋いぜ、さすがに誰もいないよな、渋いぜ。内風呂広っ、20人ぐらい入れるぞこれ、ぼやけちゃうかな立ち上がると。入ります、気持ちよかった。入りに来て正解でしたね。朝まで我慢して露天風呂の方入りに行こうかなと思ったんですけど、今来ちゃって正解でした。完全に目も覚めたし、いやー柏井旅館さんマジでやばいな。
そして家族経営で小規模運営なのか、コロナの影響で小規模運営なのかわからないですけど、1日に泊まれる宿泊数自体も抑えてるみたいなので、まず大浴場がいっぱいになるってこともないんですよね。で、貸切温泉露天風呂もいっぱいになるってことがないんですよ。で、この温泉のクオリティですよ。これはね、マジでやばいと思いますね。外の露天風呂、中は入れないですけど、階段の様子どんな感じか気になって見に来てみたんですけど、十分明るいっすね。これだったら夜でも安心ですわ。いやー、入りたかったなー。おはようございます。朝7時です。素晴らしい晴天ですね。どうしちゃったこれ。朝食は今回は抜きにして、いつものように豚汁とパンを購入してまいりました。なぜなら朝から温泉に入りたいからです。皆さんが朝食に行っている間に私は温泉に入ってきます。きっとね、これこの選択ね、正解だと思うんですよ。では温泉行ってきます。朝温泉向かってます。他の温泉も入ってみたかったんですけど、やはり雷帝ですね。雷帝の朝も入りたかったので雷帝を選びました。来たよ来たよ、雷帝の湯来たよ。朝も入れてよかった。マジでね、朝食抜きにして正解でしたよ。今皆さん朝食食べてますから涼しいな。では入ってきます。来たー、朝の雷帝の湯、これはたまらんだろうな。入ります。ここが温泉で、そして目の前にもう川です。青い川。この景色ですよ。この景色見ながら温泉入れるんですよ。しかも無料貸し切り。これしかも冬とか、まあ、秋もそうだけど、紅葉の時期と雪景色とかシャレになんないでしょうね。最後に緑の湯も入っていきます。こちらはこじんまりとした可愛いお風呂です。これでもね、正直すごいですよ。もう雷帝の湯に慣れちゃダメだ。これでもすごすぎる。暑い暑い、最高だったな朝の雷帝の湯。もう何回も言うけど、これが秋冬だったらもっとうわーふわーってなってたんだろうな。わー、昨日の夜、夜の露天風呂逃したんで、朝入れて本当に良かったなと思います。それではゆっくりしてチェックアウトの準備ですね。チェックアウトします。いかがでしたでしょうか、柏屋旅館さん。今回は車の中からではなく、こちらの景色をご覧いただきながらお別れとさせていただきます。口コミ通り、まあ、建物の老朽化だとか虫がいるっていうのはその通りだなと思いました。ただ森の中にあって虫がいるとか、まあ、あとどうしても建物の老朽化とかが受け入れられない方は、こちらの旅館さんはちょっと厳しいのかなっていうふうには感じました。ただそれ以上に温泉好きの方はもうそんなことが全く気にならないぐらいのクオリティの温泉なので、もう評価としては私の中でね、かなり良いですね。今まで自分が泊まった旅館の中でも6箇所の貸切温泉露天風呂があって、これだけ競争率が低くて、あの景色とクオリティって考えたら、もしかしたらズバ抜けて1位の温泉かなって思いましたね。
そして家族経営の温かいサービスも感じましたし、また季節を変えて裁縫したいなっていうふうに心から思いました。天気も良くなってきたので、この後はまたドライブを楽しみながら帰りたいと思います。それでは今回の旅はここで終了とさせていただきます、よかったらチャンネル登録高評価どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバイ。こちらが今ちょっと車が目の前に止まっちゃってるんで撮影が難しいですけど、川岸の湯があった別館なのかな、柏屋さんの別館、かなりの規模だったみたいですよねこれ。柏屋別館さんの、正面にこれだけ大きな廃墟あります。もう賑わってた頃を見てみたい。